メテルフォンです。午前2時現在の高速道路情報をお知らせします。この時間、圏央道内回りに通行止め、また首都高4号線上り線に渋滞の情報があります。はじめに中央道上り線の情報です。この時間、八王子インターから高井戸インターまで25分ほどかかります。続いて下り線の情報です。この時間、高井戸インターから勝島インターまで80分ほど、高井戸インターから八王子インターまで30分ほどかかります。続いて圏央道内回りの情報です。八王子ジャンクションで工事を行っており、通行止めになっています。続いて首都高4号線上り線の情報です。代々木付近を先頭に工事により2キロ渋滞しています。なお、順調な路線は中央道の上下線、圏央道の外回り、首都高4号線の下り線、中央道富士吉田線の上下線、中部横断道の両方向および長野道の上下線です。さて、八王子ジャンクションでは6月13日、17日、18日の各日19時から翌朝6時まで工事のため、圏央道内回りから中央道コース方面へ向かうランプの夜間閉鎖を実施します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、関越道、上信越道の詳細情報はハイウェイテレフォン所沢電話番号 04-2946-1620 で案内しています。以上、ネクスコ中日本八王子ハイウェイテレフォンよりお知らせしました。